撮影を開始します。こちら、岡場駅前の、交差点です。まあ角にトヨタさんがあって、まあ地下水流ストレートトンネル発電について私のホームページ淡井圭介より歴に記載してますが、まあ他にも、現在ある河川をですね、さまざまな地点に、堤防を作ることによっての、水力発電、まあそういったものも、考えています。で、まあこの案もかなり昔からは提案はしてたんですけども、それがまだしっかりと出来上がってないんで、例えばですね、まああちら川があるんですが、まあああいったところで、まあここは隠れ畑なんですけども、こちらもしっかりとね、畑耕したら、米、作れると思います。まああそこ河川ありますけども、ああいう風なところにね、水をせき止めても、まあ大丈夫な位置のところに、まあ堤防を作ります。で、この河川がどういう風になってるかと言いますと、まあとにもかくにもね、雨降ったら結構な水量が流れますんで、本日は、2022年、3月の22日、です。だったと思います。ちょっとね、一旦動画切ります。先ほどの続きです。先ほど、隠れ畑があったところが、まあ、あちらの方なんですけども、で、その河川、先ほどのものが入ったところです。まあ、今、ああいう風に工事してますけども、短い距離のところでね、防波堤作って、ちょうどあの辺りですね、画面の中央の短いところの方が防波堤の幅狭くて済むでしょ。で、水溜めれる。で、一応その防波堤作る前にこういう風な周りの近隣のところの竹とか先に伐採しといた方がね、その竹を利用して、まあ自宅暖炉で暖を得ていただいたり、まあこういう風な竹破って、枯れてる竹いっぱいあります。こうちょっと見ただけでもね、いっぱいあります。で、ある程度間伐と言いまして、間開けてあげなかったら竹も成長しないんですよね。で、まあこういう風な形で日当たり云々とかもあるんでね、ずっと放置してたらもったいないだけですんで、で、しっかりと冬暖を得ると。で、まあ私の淡井圭介の歴というホームページの世界の5大問題のところ、建物の老朽化問題と、まあ原油の残存量、それと、まあガスは基本的には原油が揮発したものだと思ってください。まあ火山地帯からガスだけをまあ得たりする方法はあるんですけども、そちらの方はトヨタさんや世界のいろんなメーカー、IT メーカーと組んでもらって自動運転を搭載してもらってですね、まあさすがに火山地帯のガス採掘しに行くのに生きてる人間に言ってくれとは言えないでしょ。噴火したらえらいことになりますから。まあさっきからちょっと映像見てもらっても分かるように枯れてる竹本当にたくさんあるでしょ。これ本当にもったいないですよ、資源の無駄遣いで。そんなことだったらこういうのをしっかりと切り崩して、で回収して暖を得ると。だから最初から家建てるときに暖炉付きのね、まあ薪ストーブ付きのもの、まあここからでも入っていけそうなんですけどね、多分ちょっと体力あるような人間だったら簡単に行って、小さな電動のこぎり、まあ幅刃の部分が20センチぐらいの電動のこぎりとかもあるんですよね。それでカットして、で、あんまり電力の消費量少ないから、それでカットして、で、冬場暖を得る。それによって、まあガス、電気、節約できると。まあ太陽光パネルの話も後ほどしますけども、
あれめちゃくちゃ薄いんですよ。厚さ1ミリぐらいしかないです。で、中に細い導線、1本通してるだけで、バッテリーの方に繋ぐような形になってるんですけども。まあ、ポータブルで2000円台で販売されてます。パネルが4枚ほどでですね。だから、まあ、小さいですよ。ポータブル用ですか、持ち運び用という意味です。ですので、そういった、ものを屋根にね、直接最初から家建てるときに屋根の上に付けておくと、屋根と一体型にしておくと。で、中に細い導線通しておいて、あとはバッテリーを備えておけばできることなんで、まあそういった、努力。で、まあ先ほどの河川、まあこの辺りまで来るとここですね。左手に向かって進んでます。電車初めて新鉄乗られた方は、まあ北の方が向こうなんですよね。だからなぜ北に向かって川が流れていくんだろうって思うかもしれませんけども、これどうなってるかって言ったら、川が結局こう、北の方に進んでいて、で、ぐるっと回って、向こう側の方に流れていきます。で、まあ、ここも何かね、貯水池とか、それができたらって、その水圧でね、結局、水力発電っていうのは、水圧を利用して、ダム、水流れますんでね。まあ、いずれかこの辺りにも住宅地できてますね。まあ、向こうの方にも歩いていけるような道になってますけど、あんまりね、できれば高さはキープしたいんですよね。で、先ほど、中古車メーカー屋さんが駐車場として扱ってたところ、正直、あれぐらいの高さまで、まあ、水、貯水できたらなとかも思ったりもします。それから、まあまあ、もうちょっと先の方ですね。川が流れてるから、絶対向こうに向かって下ってるはずだから、防波堤次作るとしたら、どの辺かって言ったら、田宇治駅の西宮北インターチェンジ付近のあたりですね。そこに、まあ、防波堤作っといて、で、普段水溜めといて、まあ、夜とかにですね。で、朝、通勤ぐらいの時間帯になったら、水門開いて、で、水を放出してて。で、これ、何箇所にも作れば、何箇所にも作れば、ダム化ができるんですね。で、ダムを、小規模ダムのその水力発電としてできるので、工事結構簡単なんですよね。で、水をせき止めてるからこそ、一旦川の流れを止めれますから、川底の掃除とかもできると。ちょっと電源一旦切りますね。先ほどの続きです。題名、多分、有野中町の、河川についての続きと、いうことで記載していると思いますが、淡井圭介です。先ほどのところから、まあ少し5分ほど歩いたところの地点、まあこういう風な風景ですね。まあしっかりと高さ測ってないんで、次どれぐらいの位置に防波堤を設定するかなんですけども。先ほど撮影した橋の下のあたりの高さありますよね。で、あそこで一回防波堤を作ったら、その底の部分の高さのところが、ちょうど一番上ぐらいに来る地点でいいので、で、まあ、まあそこまで高低差あるかなっていうところなんですけどね。まああの地点に作るべきか、それとももっと先に作ってしまうかっていうことですね。だからこれ順番で言うことね、水門の開け方って先ほど説明した通り、ずっと向こうに向かって、で、向こう側の方へ行くんですけども、一番最初の方の河川から、すべてがダム化していくと、一番下のところをまず開けてあげると、水を、放出すると。そしたら、そこに
次の、水門開いてあげたら、海から近いところの方からですね、そしたら、水がすんなりと、流れやすくなると。水が抜けてないまま、水門開いても、水が溜まってる状態だと、水が、発電できないじゃないですか、通らないから、しっかりと。やっぱり、水の圧力をね、利用する部分が大きいんで、で、そういうふうな工事をしっかりと進めていくと。で、工事の進め方として、やっぱり水門を作る位置の場所が、川幅がやっぱり狭いところの方がいいんですよね。で、大雨の時とかどうすんのっていう考え方あると思いますけども、もう縦に水門を開くような形でいいですから、全面開放型での発電と、それと、排出口を小さくしておいて、例えば、縦横、まあ、2メートルぐらいですね、それぐらいの排出口にしておいての、この辺りにも実は畑あります。隠れ畑ですね。まあ、縦横2メートルぐらいの排出口、そちらの方が本当は水の圧力はすごくかかるから、普段はそれで発電。なぜ全面開放型がいるかって言ったら、大雨が降った時ですね、すんなりいつも通り川が流れるような形にしてなかったら、まあ、そういう大雨の時は対応できなくなるんでね、溢れ返ってしまうんで、全面開放型をしっかりと最初から用意しておくと。地下水流発電ってやっぱり、基本的に大きなダムからの発電ですんでね、大きな河川からの発電、大きなダムとか琵琶湖からの発電ですんで、まあ僕のホームページに記載している通り、九頭竜ダムを起点にして、周りの近隣の都道府県からのダムから地下水流発電を、通すと。そうすることによって大量の電力を、生み出すことができると。それで、原発や、ガス火力発電所の、代用が効くと。で、それでも足らなかったら、やっぱり先ほどのような案でね、各河川でそういうふうな工事を行って、で、パッと見で見てもらったら分かると思いますけども、結構な貯水量を作れそうでしょう。普通の水力発電としての、水でしか、使えませんけども、まあ、高低差利用してね、向こう側の、とある結構水量が集まるような地点から、地下水流として一気にっていう、方法もあるにはあるんですよね。向こう側の、まあ、それは相当水が溜めれるようなところじゃなかったら、地下水流発電せっかく作るから、まあ、そこも、ストレートトンネルだったら、排出量がものすごく多いんでね、24時間で見ると、まあ、12時間で区切ったとしても、かなりの、排出量になるんで、縦横2メートル、ストレート型、なぜ重力は、重力と水の水圧が加わりますんでね。まあ、そういう、まあ、地元ならではの発電ということも、できるっちゃできるんですよ。で、ちょっとあんまり、歩くと大変なんでね、ちょっと電源切って、あとは地図で説明します。まあ本当は映像があった方がね、分かりやすいんですけど、まあ続きは後日、まあアップします。まああと、まあまあ、田尾駅の、そうですね、その言ってた、もう一箇所の地点、水門作るべき場所の、そこだけちょっと撮影しますね。ちょっとね、パソコンとかいろいろ持ったまま歩いてるんでね。ちょっと息切れ中なんですけど、向こうから歩きましょうか。この辺から歩いた方がね、結構分かりやすいかもしれないですね。で、あの辺りとか、今でも日本、農業分野でね、米とかと、
米、小麦、未だに海外から輸入してます。だから、ああいうふうなところで、空いてる畑とかあったり、森を切り開いてね、森というか、まあ、丘を切り開いて、畑作れるんだったら作った方がいいですね。そうしなかったら、やっぱり、原油がね、1万年後ぐらいに、結局地下水発電とかいろんなことを行って、電気自動車化しましたと。で、多くのものが、電気で動くようになって、車とか。で、まあ、大きな貨物船は原子力貨物船で、政府の方に話し通して、もうすでにエンジンは出来上がってるんですよね。だからウランとプルトリウムも掘るのも限界があって、いずれ。で、掘り尽くすっていう現象は、1万年後だろうが2万年後だろうがいつか起きるので、ね、原油の件に関しては残り60年分なんでね、早急ピッチでなんとか電気自動車化せんかったら、どうしようもなくなるんですよ。本当に。で、旧ソ連のあの地域の原油の埋蔵量は変わってないんでね。まあ違う地点とかでも掘る方法っていうのは僕の方でアイディア提案して、海底多分その方法だったら3000メートル、4000メートル下でも掘れると。そういう部分はあるんですよ。ただ原油をあんまり使ってしまうといずれ限界があるのは目に見えてるんでね。だからその辺のところはしっかりと考えて対応しなきゃなんないなとは思うんですよね。この先幅減少と、まあ高さあんまりこの辺はないんでね、水貯めるのにってもうこの長さでどうにかするしかない。だから先ほどのあの橋見えてますよね、先ほど撮影者、あの橋、あの辺りに作るべきじゃないかと。で、ここではまだちょっと距離近いかもしれないですね。まあ向こうの川の下か、まあどうでしょうねけど、川の横からで行くとそのあたりの方が、まあ近いっちゃ近いですよね。で、できるだけ畑残しの方向で高さ出していった方がいいですね。新しく開墾したりするの大変ですか。それでも結局今重機使ってるからガソリン使うじゃないですか。で、一応、文字苦手な人のために説明しておきますけども、ホームページ、淡井圭介の歴に、文字でしっかりと記録は残してるんで、一回まあ、内容動画見ていただいて、その文章を読んでもらったら何をするべきかっていうことは、しっかりと、わかるかと思います。で、金属の残存量とかだってあるし、薪ストーブの、暖炉を学校に淡井圭介は配備することを推奨してるんですが、まあ、詳しい内容はね、ホームページに書いてる通りです。学生さんが体育の時間とかにね、みんなで交代で、ちょっと自転車こう入れと、ファン回して、電気使わずに、人力でね、風を送って各部屋に、暖炉で温まった熱風ですね。そういったものを各部屋に送ると。で、暖炉自体燃やすとき、薪等を燃やして、温めると。それはなぜ必要かって言ったら、防災のためなんですよ。正直、戦争はまず絶対ないです。国連は、世界各国を加盟した時点で軍事同盟状態ですんで、もうそんなところ悩む必要ないんですよね。それよりも、これから先、どうすればエネルギーしっかりと、残るかっていう部分、それを、考えるべきであって。で、薪ストーブが各地にしっかりと配備できたらそれだけ電気、発電もできるんですね。で、学校の方から電力を売るような形にすれば、例えば甲子園目指すような学生さんたちはね、近隣の山に、木を切りに行くと。あんまり傾斜きつくて足場危なそうなところはいいですよ。
まあ30度ぐらいまでのところでいいんじゃないですか。もう見た目でいいですよ。そんな細かい数値なんか求めてもしょうがないんで、まあ俺やったらいけるぞと、いうような連中は登っていって、まあ命綱、安全ロープ使ってくくりつけて足滑らしてもこける程度で、ああそれだったらできるよっていう人間は斧持って行ってね、まあ、1日500スイングなり1000スイング斧でしてもらって、で木を切って行ってもらうと。でまあ文化系の人間とかが植林をしていくと、文化部の人たちがね、まあそうすることによって学生さんたちの方で学費を発電することによってね、冬場ある程度賄えたりとか、でもちろん木を切りに行った時に部活動のまあ筋トレみたいなものになるじゃないですか。それでまあ最低賃金法に当てはまる、最低賃金に当たるような給与も払えてあげれたらいいなと思ってます。そのところに関しては正直斧で切っていくからなかなか時間かかると思います。これ個人差かなりあると思います。体力あるものないものでね。ただ僕はもともと秀和株式会社という灯油の巡回販売の仕事で、体鍛えたことあるんですけども、その時に中身の入った灯油缶、4缶同時に持ち上げていました。身長私淡井圭介、170センチほどです。でそういった人間でもそこまで体鍛えることできるんですよね。でそういったことを踏まえて、であと年齢なんですけど、私今44、今年45歳なんですけども、42歳の時、まあ、ちょっと体作りしてみようかと思ってトレーニング、腹筋と腕立て15回、それと走り込み 300m から 400m、 それと懸垂3回と、素振り50本、これを1セットとして1日10セットしました。でもうちょっと筋肉搭載できるなっていう気はしてたんですけども、まあそれでね、まあ1日要するに懸垂30回と素振り500本と、走り込みが3キロから4キロと、腹筋腕立て150ずつぐらいしてますんでね、トータルだから若い人で甲子園目指すぐらいの連中だったら1日500スイングなり1000スイングぐらいできると思うんでね、まあバッティング練習とか守備練習とかと1日 5体でいいと思うんですよ。山の中入っていて、まあ、夏場とかだったら蚊が多いからまあ遠慮したりとか、実技の方練習しようとか、まあ、期間定めていろんな形で練習できると思います。であとはやっぱり運搬はね、トラック等使わないと無理あるんで、本当に木重たいです。自分で持ったらびっくりしますよ。聞いて意外とものすごく重たくて、ああだから柱って丈夫なんだっていうことはよくわかると思います。まあ、この話をつなげていくとね、柱の話になると、阪神淡路大震災で私が働いていたトポスというスーパーマーケットが、中央に柱を入れてなかったんですよね。で、鉄骨入れてなかったものだから、5階建てか6階建ての建物が2階建てになってしまったと。べちゃんと潰れたんですね。その当時私そこでアルバイトしていて、阪神淡路大震災で5時47分に発生してますけども、その日たまたま休みだったんですよね。で働きながら学校通ってた方なんですけども、まあ、先ほどの河川、ずっと続いていくと、先ほど言ったエリアから、まあ、カーブを描いて、まあ、ああいったところとね、まあ、この辺で合流してきます。左手の方からちょっと水流れてるじゃないですか、奥の方のところ、あそこから水が合流してるんで、この地点でちょっと水量 を増します。で結構この辺段差あるんで、堤防を作るならその水が合流してくる一歩手前のところあたりでね、上の段のところあたりで堤防を、作るぐらいがちょうどいいんじゃないかと。で段差がそれなりにあるんで、まあ、この風景すごく勉強になりましたね。水が通ってるところ、水が少しずつ通ってるところって石でも削れていくんですよ。これが現実だから、本当はあんまり山削らない方がいいんですよね。いずれ陸地が面積減っていきますから。まあそれは気の遠くなるような話ですよ。で、重機が動いてるような地点とかありますよね。まあああいう風な地点とかで、もう一つ、防波堤作ると。っていうのは高低差があるので、水溜めておくのに何箇所か、こういう風に、結構、
高さが差が出てきているところは短い距離で防波堤作った方がいいと思うんですよね。でこの辺のあの木の部分とかもあんまり気にしないで、ある程度まあ水没しても大丈夫ぐらいの感覚で行くんだったら、あそこの真ん中の地点はなしで、あの合流ですね。あんまり高さ出そうとすると、その向こうの方の家のところの位置とかにもいろいろ畑の位置とかも寄ってくるんで、多分ね何箇所か作った方がいいと思います。きっちり僕も測ったわけじゃないので、まあ工業界の絶対的なルールっていうのはあれなんですよね。もうミリよりも 0.0 何ミリ以下ぐらいでしっかりと寸法を出さなきゃならないと、そうじゃなかったらそんなものは本物の製品としては認めないと。これがジャパンのクオリティなんですよね。日本品質なんですよね。だからそういうふうなところをしっかりと対応していかなきゃなんないので、やっぱり測ったわけじゃないんでね、いい加減なこと言えないんで、先ほどのような文言になります。まあこの辺もね、まだちょっとだけ畑残ってます。で、ですね、まあ先ほどの柱の話、柱が重要っていうところから、鬼滅の刃っていう漫画が出来上がってるんですよね。で、まあやっぱり鬼が昔から日本では悪者ですから、まあ日本らしい漫画ということで、鬼という、まあ設定で、いろんな勝負事とか、いろんな何か、人の役に、世界中の人に役に立つようなことを考えるような願い事だったらいいんですけども、自分だけが例えば、長生きしようとしたり、不死を得ようとしたりとか、ああいうまあ不死ですね、その無茶な理論ですね、世の中いろんなことありますよ。でそんな方向で進むから鬼のような人間になるみたいな、まあもともとはそういうふうな子供の頃に話していた内容ですね。で、薪ストーブの話あったじゃないですか。先ほどの学校の避難所の。だから、そういうふうなところで、ああいうふうな、炭治、炭治郎でしたっけね、違いました、かまど炭治郎ですね、そういうふうな名前、まあ小学生の頃に考えていた名前ですね。まあこういうふうな街路樹とかもね、いろんな真実がありますよ。ずっと大きくしていったらいいと。で電線に届きそうになってきたらその部分をカットしたらいいっていう考え方がもともとの主流だったんですけども、木もね、木によるんですよね。中がもう虫に食われてる木とかもあるんですよ。だからもうある程度の大きさになったらカットして、で柱とか家建てる時の木材に使用した方がいいんですよ。で海外から木材なんか輸入したら絶対にダメ。日本でそんなことできるから、しっかりと自分たちで木植えて、で木を育てて、で木材でしっかりとした家をできるだけ作ると。なんか木材の量をケチらんかったらいいんですよ。そうすれば震災に対して強い家っていうのは作れます。2022年、3月28日朝の8時12分です。有野川がですね、こちらのこういった河川です。まあこう続いてるところですね。で有野、ここに有野川とまあ書かれてます。これを、51話まで、撮影しています。でこの川はずっと先へ行くと、まあ別の川と合流して、さらにその先、有馬川と合流します。で有馬川も、52番から、あたりから、撮影、しています。でこの河川はこの先長尾川と合流して、最終的に向こう側と、合流します。でこの向こう側というところがですね、ホームページに記載している通り、すぐ近くに、千狩り
神戸水道千狩水源地というところがありまして、で、この少し北に、戦場、戦場寺湖ですかね。そう、まあ違う読み方かもしれません。まあこういったところがあると。で、地下水流トンネルに関して、まあ、この河川の合流地点、この辺りかもう少し先の辺り、まあ、ここはちょっと拡大地図で別の場所なんですけども、そこへ向かってこう、まあ、車線を引くと。で、その先が、花の峰に、まあ、到着するような形が、まあ、一番望ましいと。まあ、そういうふうに、考えています。花の峰というところは、西宮市北、JR 生瀬駅の近くですね。で、まあ、角度の割り出しとか作り方は、再考慮する必要ももしかしたら出てくるかもしれません。ですが、まあ、今のところは、まあ、こういうふうな形ですね。で、このもう少し北の方に、ここに、大川瀬ダムというダムもあるんですが、まあ、一見見た目小さそうなんですけども、実際自分で見に行きました。かなり、意外と大きいダムでした。高低差も、ダムの、その、排水口のあたりがこのあたりなんですが、そこから、結構高低差もあるんで、そういうふうな形で地下水流トンネル発電っていうのを、ここの、まあ、コスト的にこの短距離で作ってしまうか。まあ、最初はこの大川瀬ダムと、戦場寺湖ダムと、神戸水道千狩貯水池を連結させるような地下で、まあそういうふうなことも考えてたんですが、ちょっと角度的に、やっぱりストレートっていう角度と高低差、あと工事の途中で東京で首都高速を工事してるときに、住宅、上にある住宅地の土が抜けて、大変なことになってましたので、朝、家の前の、アスファルトが割れていて、そこから、底は見えてると、土が抜けて、何メートルも下まで、空洞ができてると、その上に家がある状態なんですよね。両サイドまだ土残ってるから、かなり怖い現象とかも起きてるんで、できるだけね、ここはもう完全山間部なんで、そういう風に安全なところ、上が山のところだけをトンネル通すような形で、作成したいと思います。で、今、本日3月28日ですが、51番までの有馬川、だけでも設置箇所が軽く、10を超えます。まあ多分20ぐらいになるかと思うんですが、設置箇所が水門の。で、これは兵庫県内で見ても、軽く1000は超えてくると思います。もしかしたら細かいところまで設置しようと思ったら兵庫県だけでも万あると思います。ですので、まあ、あまり小さいところは水量少ないですから、あまりこだわってもあれですから、まあ先に、そういうある程度の水の量が見込めるところを重点的にどんどん、進めていくと。まあこういうふうな形ですね。ですので、1000カ所ぐらいに、まず兵庫県的絞って、で、日本全国で、まあ3万カ所以上のところの設置を、まず目指すと。で、最初、動画中で説明しますけども、その中央に向かって、こう、斜めにですね、こう、まあ、もうどうしましょう。まあ、これが有馬川の河川拡大のものなんですけど、こういうふうにね、斜めに向かって水門を作っておいて、真ん中に水が集まるように、まあ、こちら下流です。で、そこに排水溝、縦横1メートルぐらいのものを、備えると。で、だんだんに、こう、ダムを作ってるので、一番下を開閉したときに、その次の、ダムも、まあ、一斉に、まあ、夜に貯水しといて、開門する状態をイメージしてください。
そしたら上から上から継ぎ足していけますよね。だからずっと流れてる。だから慣性の法則があって、ずっと水が流れてるから真ん中に向かって、圧力がかかって、だから50段階ギアと、それでまあプラス油圧式でちょっと力を補ってあげることで、高いギア比に持っていって高速回転を、実現させると、まあそういうふうな形で物事を、考えています。それではちょっとそろそろ、一応ね、この間自宅から歩いて JR 道場駅まで歩いて撮影していたんですけども、それがちょっとね、花の峰、まあそこから JR 乗って花の峰のところとかいろいろ宝塚のあたりまで撮影して河川向こう側を、行ってたんですが、それがね、早送り状態みたいな変な形になってしまったので、撮影し直しです。もう通常撮影でいいんで、とにかく、物事進めていきたいと思います。それでは、一旦切ります。それでは、有野川の、下流へ向かって、向こう側に向かってですね、撮影したいと思います。11番だったと思いますが、あちらの、河川を以前撮影しました。で、反対側はこういう風な形です。で、あの辺りに水門を作ったとするのであれば、向こうの方に橋があるんで、次はその地点になるかと思います。一旦映像を切ります。あちらが、高速道路、こちらが2路なんですが、あの木のあたりと、まあ、開墾地域、まあ、学生さんの方で、野球部の人たちがあの話ですね、まあ、電車無料で乗せてあげて2路まで来てもらって、あの辺、一帯開墾で、あそこに真ん中にあの道路が通ってるんで、ある程度は後で重機も入っていけるんですよね。あの木を積み込んだりするときに便利ですので、でこの辺り、かなり動きやすそうですね。まあ、こちらがまあ農業用水路だと思われます。で、河川の方の、有野川の、撮影を今重点的に行っているんですが、あちらが先ほどの続きのポイントの橋です。で、こちらの方も設置するのであれば、排水溝、縦横 1メートルのものです。で、まあ、斜め型、中央に向かって水門を作って、両サイドまでしっかり広げてもらって、で、この位置なんですけども、まあ、大体この辺りですね、橋、ここの橋もある程度老朽化してるんで、一回作り直した方がいいかもしれないですね。で、有野川上流で話してると思いますけども、まあこちらが、こちらの方の下流の方に、中央に向かって、水門。で、あちらが大きな、回転の、回転扉式の発電機です。ね、ちょっとその前に、もうちょっと向こうの方なんですけども、ああいう風な、河川です。で、あとちょっとまあ気になるところ、やっぱり行政の人も調べてほしいというような、ことも言ってた方は言ってたんでね、昔からこちらの二郎ハイツのところにこういう風に金属関係が山積みになってるんですよね。まあ、家電製品とかいろんなものなんですけども、まあ、こういったところ一回業者さん回収してきて、ある意味都市鉱山なんで、これ全部回収したら結構な金属量になりますよ。で、もう少し歩いた あちらの先ほどの道路のもう少し先行った左手の方にも、あの向こうにもあの高速道路あるんですけども、あちらのドームみたいになってると、今車止まりましたね。あちらの方の、近くにも
家の前に金属山積みしてる家があるんで、そこもね業者さんに寄ってもらって全部回収してもらったらいいんじゃないかなと思います。あと御所駅からこちらの方、岡和駅向かって車進めてもらったら、右手の方に同じように旧ガソリンスタンドがあったあたりのところに車とか古くなった車とか金属集めてる変な喫茶店あるんで、あちらの金属とかも全部一回回収した方がいいですね。一旦電源切ります。先ほどの続きですが、歩いていく途中で、こういう木の根っこが置かれてるんですが、もともとの上の方の太さがせいぜい30センチぐらいでも、下の方の根っこがこれぐらいあるんですよね。重機を使って掘り出したりとか、周りの砂のけてみんなでロープで引っ張り出してとか、間そのロープで引っ張り出すにはこの間の根っこ、チェーンソーか、斧か何かでカットして、で引っ張り出しやすくしなかったら、まず無理でしょうね。先ほどの続きですけども、もう少し北に先ほどの高速道路に向かって歩いてるんですが、この丘程度のなだらかな傾斜の位置、あの辺りだったらまだ平らに、ほらそこの方のところ開墾できそうなところがいっぱいあるんで、その辺のところを学生さん頑張っていただきたいですね。あちらが新鉄二郎駅です。で先ほどの続きですが、遠くの方から見えてた高速道路があちらです。でその次の、水門を作る位置があちらの橋ですね。手前の方に大きな、回転扉式で、奥の方に中央に向かって斜めの水門ですね。で排水溝の大きさは、縦横 この辺りも、1メートル、有馬川まで合流するまで縦横1メートルに、寸法を合わせましょう。でその次の設置地点が、あちらの橋のあたりですね。では電源一旦落とします。先ほどの河川の続き、先ほど言ってた地点があのあたりなんです。このように木が結構生えてます。でこのあたりもしっかりと、ある程度の高さまで伐採して、でまた竹やぶどこ見てもそうなんですけど、枯れてる竹めちゃくちゃ多いです。でこういう風な鉄ガスになってるところもある程度カットしたらいいんじゃないかなと思います。であちらのそこそこ大きい木もやっぱりちょっとした柱とかにも使えるでしょうし、あちらの方もやっぱりカットですね。で水に浸かりますんで、ダムできた時に。で木がそのまま葉っぱが生えてきてしっかりしてるようにも見えても、木切ってみたらね、内部のところが虫に食われて飛ばせることとかってあるんですよ。そういうような写真も結構僕は何枚か撮影したんですけども、そういうふうなものなので、ある程度の高さの木になったらカットするが、ちょっと風吹いてるんでね、川の流れが向こう側に流れてるように見えるでしょ。本当はああいうふうに段があって向こうから流れてきてるんです。これ風とかでね、川が波打つんで、映像を見ても僕の話にしてる言葉の内容をしっかりと受け止めてください。座って見てもらってたら絶対大丈夫だと思いますので、で転んでみるとね、ちょっとややこしいことがいろいろあります。こういう風になってます。ちゃんとこっちに向かって流れてます。っていうのはあちらが北なんですよ。でこの辺高低差、山の中央部がある程度高い位置になってるから、北に向かって下流になっていて、この先で向こう側になってこうぐるーっと回って、向こう側のその
沼津の方とか西宮の方に、流れ着くような形になっています。だから一回あの大きな回転扉式のことは一旦頭から外しておいて、先に斜めの水門型を設置すればある程度水の流れは一時的には止めれますんで、それももちろん開閉式ですよ。中央の 1×1 のところも開閉式ですよ。でその間に水止めてる間に下を降りていきやすくなりますから、一切伐採伐採で土ぐらいはねもうあんまり気にしなくていいです。あの門外門車にしてる時とかに土がある程度流れていくと思います。まあ要するにコストダウンの話ですね。いずれその長い年月かけて海にたどり着くだろうから、あの砂ぐらいはあんな大きな石とかはもう流れないでしょうけどね、この辺の河川の水量では。ある程度砂が流れてくれることによって貯水量は上がっていくんで、でダムの水止めてる間に河川の底とかね、ゴミ拾いとか掃除、近隣の小中学校の人たちに行ってもらって、まあ1年に1回でも2回でもいいじゃないですか。それぐらいで交代交代でみんなね、まあ、近隣のところの学校がっていうような形でね、それでまあちょっと川底きれいにしましょうよ、ね、そしたらそのうちそのダムありで、開閉型水門式ダムありで川魚取れるような地点作れるかもしれません。まあここは目印ですね、三田肉滝屋さん、橋の名前が杉本橋で、次作るポイントが向こうの方の橋ですね。じゃあ、あちらまで行ってみます。先ほどの続きです。河川のところ、先ほどの橋のところまで来ました。向こうが、向こう側の方です。で、この、脚の下の間に3つ、大きめの回転扉式を設置で、その向こうに斜めの縦横1メートルずつの、排水溝水門で、できればここから手が届いてメンテナンスの時にギアボックスの中何か交換する時があったら交換しやすいように両方とも、まあ、そういう風な形状が良いかと思います。まあ、基本的に大きな回転扉式はあんまり回りません。で小さなギア比で、水の抵抗、発生しないようにぐらいの発電に、ほとんどの日はなります。ですので、こちらの方の歩道の方の橋の方にその縦横1メートルずつの排水溝のギアボックスがそこの上に来るように、まあ門上げた時にあれですので、そのなんて言うんですかね、まあ作業しやすいような形がいいと思うんですけどね、それでも高さあってくるんじゃないかなと思うんですよ。なんとなくそんな気するでしょ。門の高さがあそこの橋脚のあの橋の上の部分までぐらいだったとして、それが開門した時にまあギアボックスがちょうどその上に上がってくる。だって下の方に縦横1メートルの上にギアボックスがあるはずだから、まあその裏か、まあ、でその縦横1メートルの幅の回転扉式のところのその回転扉式の発電機はちょっとねこちら側にしといてほしいんですよ。そうすればもし大きな流木とか流れてきてもその回転扉の扉のところに当たらないでしょうから、真横にこう来ることはまず考えられないです。でまあその基本的に網とかその大きな回転扉式のその奥の方に貼って、ゴミとかゴミ受けを作っておきたいんですけども、まあ、その間のところとかビニール袋のゴミとかその 1×1 なんで、簡単に通過していくと思うんですね。だからまあ何せ巻き込んでその回転扉式の発電機を壊されたくないっていうのがあるんですね。
まあ、本音のところで、まあ、それをしっかりと防いでいかなきゃならない。で、この近くは三田学園なんですよ。で、ああいう風な、開墾地域、あちらの方のところもさっき、まあ、開墾地域とかいろいろあったんですけども、ああいう風なところ、三田学園、高校野球も、甲子園出たことがあったんじゃなかったですかね。まあ、結構いいとこまで、兵庫県内でもベスト8、ベスト4ぐらいまでは絶対行ってたはずですから、そこそこ野球部、強いんで、いい鍛錬になると思います。まあ、この近隣で、野球したい、甲子園目指したいものであれば、やっぱり通学に交通費かかりますから、三田学園に集まったらいいんじゃないですかね。で、あの高さのあの位置で水門でしたから、そこの橋のところに、水門を作るかどうかなんですよね。距離一応ここにも、まあ、高低差はね、ちょっと2つの川が合流してきてるんで、向こうの方もね、またまあある程度は作っていけるんは作っていけるんですよ、有野川に。合流してる河川ですので、まあ水量、まあ昨日晴れで、まあこんな感じですね。で、結構水は集まってきてるんで、まあここにも一門作りたいですよね。で、石垣のところぐらいまでは水を溜め込んでおけるように、まあしておきたいところですね。で、その高さからでこう行くから、まあ、向こうの方にある橋のところでも結局向こうの方にある橋の位置ぐらいで水門作るぐらいで良いかと思います。なんかできるだけ効率化を図りたいんで、川底はああいう風にもっとちょろちょろの時の水の跡が残ってますけども、ちょっとずつ削れていくんですよね、石が空いてでも。だから川底の石を門止めてる間に学生さんとかがある程度も木伐採していったら、その冬越すだけの薪ストーブを、配備したら、間に転がってる石を間にはめ込んでいくと。まあ、ある程度砂が抜けていくと貯水量上がるから、それはそれでありがたい話なんですけども、まあまあ先に周りの木切って、で植林して、でその後そういう風な活動をしていけばいいっていうところですね。小さい石とかで敷き詰めれるようなところは中学生小学生でもできますから、川掃除の時にね。だからまあ野球部レベルだったらね、そこそこ10キロ20キロあるようなものをね、詰め込んでいったり、ついでに河川のその上の方も、ああいうふうな石拾って、ああいうふうに固めて堤防化してもらったらいいんじゃないですかね。では一旦電源切ります。先ほどあちらの橋のところの水門合流した川のところの話してましたけども、こちらから撮影したああいうふうな、まあ、状況ですね。で、左手の方にこっそりと坂があるんで、一応川の下にユンボぐらいの重機なら入っていけるようになってるんですよね。で、こちらの竹とかカットした後、やっぱりこういうふうにアスファルトが割れてくる元になるんです。中で根っこが生えてくるから。で、一回、中の根っことか大体取り除いたりとかして、で河川のこういう風な中央にある邪魔な、土、そういったものをここの間に、こちらにも埋めていくと、まあ、両方 の, 両サイド堤防 の, 考え方ですね。石等を集めて、だからそういう風なのも筋トレ訓練でああいう風な石を、学生さんが拾って、ここに組み込んでいくときですよ。組み込んでいくときに、まあそういうふうに、防波堤を作っていくと。まあ内側はこっち側にももちろん先に作らなきゃなんないんですけども、内側やられたらもうどうしようもないですから。間の木とかもすべて採取ですね、資源として。
踊る駅ですね。なんせ水貯水できたらこちらの畑だったり、向こうの方が、なってますので、そちらの方で、貯水池の方が高いところは水を流し込むことができますんで、ね、この辺の畑とかもありそうですよね。で歩いてきましたけども、次の水門の位置があの辺りですね。先ほどからちょっと水が滝状に流れてるところはあったと思うんですけども、ある程度の高さ出てると思うんですよね、高低差ですので、あちらの方にも、水門作ると。でサイズの高さがあれぐらいですんでね、向こうの方からこう登っていったら、なんかこうね、下の方の部分、その 1×1 の向こうの合流地点のところの橋の下の 1×1 の排水溝の高さの位置から、まあ大体のところであの辺りに作れば合ってくるんじゃないかなと思われます。だからね、僕の頭の中にあるのは、その向こう側のかなりの上流地域のところまで全てが貯水池になるような形になってるんですよね。だから貯水、まあなかなか本当はね、この水量ぐらいで夜とかに溜め込んどいて 1×1 の間から放水していたら、どんどん水がなくなっていくっていうのが通常の日なんですよね。だからあとは近隣のダムの放水とかで補ってあげるような形で物事を進めていくと。でもうすぐしたらね、このまままっすぐ行くと、有馬川と合流します。まあ今先ほどここの大橋のところで、水門を作る案を、提示しましたが、すぐそこにも道あるんですよね。けどここの方が交通量少ないから、もしメンテナンスの時とかに車止めやすそうなところで考えたら、あの位置かなとかも思ったりもするんですよね。正直ね、あのギアボックスを丸ごと交換するような形、5分間なら駐停車法律以内で認められてるじゃないですか。だから大抵も交換するとしたら、真ん中のその 1×1 のところの部分の1個だけだから、ちょっと車止めといてね、ギアボックスだけ、はい、交換で組み替えて、これコードと難度があるので、その回転扉式のシャフトの方のギアボックスの中のギザギザのところですよね。それをスポッターの交換できるような形にしておけば、ギアボックスとそれを簡単に交換できるんでね。こちらの方でも高さ的には多分大丈夫だと思うんですよ。だけど、どうだったっけ、歩道あったかな。ちょっと上見てみますね。あちらの方がしかもこちらですね。こんなところ車止めとったら怒られますね。交通量ありますんで。で、その河川の合流してるところが、向こうが有馬川です。で、私の YouTube で、
52番から68番ぐらいだったと思うんですけども、有馬温泉のところからの、有馬川、撮影していますね。あの先が、まあ、一番最後のこの68番あたりの、夕暮れになっているところ、あちらが先がこういうところなんですよね。だからちょうど橋のところぐらいにその開閉型の門を作っていただいたらいいかと思うんですけども、まあ、まず作るんだったらこの辺りですね。その間どの辺りにいるかがここに作ってみれば水の高さ貯水した時に分かるんで、次間どこが一番必要なのか、だからまずここですね。でここに作っておかないとその先3本河川合流するんで、結構水量変わってくるんですよね。だからここまでは縦横 1×1 でいいと思います。向こうの方の高速道路、あれが五社駅の上ぐらいにあった高速道路です。でその向こうの方なんですよね。私が68番ぐらいまで撮影した夕方のところの地点が。ですのでその間に一つぐらいだと思うんですけどね、一つか二つぐらいだと思います、水門の位置。先ほどの合流した、ところの川から新しいあちらの方に合流する川があります。で、その次の水門を作るなら、まああんまりここまでではそこの橋とその向こうの橋の下のところからでは高低差があんまりないんですよ。だからまあここに作るべきかどうかは後ほど、考えといて、でこの辺の風景見てもらったら分かるかと思うんですけども、だいぶ砂地なんですよね。だから砂地だから多分水が流れ込んでいっても地面の下に、まあ、抜けていくような気がします。まあ、こちら一応ユンボの通路ですね。新しい、まあ、向こうの方がもうすぐ向こう側が見えてくるんですけど、これ隣が学校で、まあ、こっそりユンボの、ところですね。まあこの辺のところに先ほどあった石とかを敷き詰めていって、まあ、コンクリートある程度間に流し込むような形で貯水量を確保するような形の方がいいかもしれないですね。で、まあ、あちらの岸壁の木とかも本当にもう今もう3月28日なんですけど、まだ葉っぱ見当たらないですからね。中には多分枯れてる木もいっぱい混ざってると思うんで、そういうところとか、ああいう風な枯れてる竹やぶのところとかもどん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 伐採しないで、進めていったらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、この土ですよね。この土をどう使用するかなんですよ。一層ね、本当にそこまで貯水して手前の方とか、まあ、まばらにあった石とかをね、この辺とかに敷き詰めてコンクリート流していくんであれば、一層のことを砂を真ん中の方に持って行って開門した時とか大雨の時に一緒に海に流し込んでって、そうすることによってまあ海まで運んでもらうか、この辺の砂を引き上げて農地のね、ちょっと砂が欲しそうなところとかに使用するとか、まあ何かけど、これはこれで農工業関係の人たちで、あ、ここもここは結構普通の4トン車とかでも入っていけそうなところですね。向こうの方のね、合流した河川についてはまた後日ある程度のところまで撮影しようかなとは思います。
で、さっきの水門作るかどうかの疑問点のところはさておき、まあ作るなら絶対あそこですね。あの位置です。橋の下に、まあ、回転扉式を何機か、置いて、で、まあここまで来ると排水口 2×2 ぐらいにしておいた方が良いかもしれないです。まあ、ただし普段ここまでね河川合流してこの水量ですから夏場どうかなっていう疑問点もあるもあるんですよね。だからこれぐらいのここまで合流してだから、まあ多分まあまあ縁起のように白鳥いましたね。やっぱり川底の砂の位置から水が地面に抜けてるんでしょうね。じゃなかったらあれだけ河川合流してるのに、なんか水量あんまり変わってるような気しないでしょう。だからそういうコンクリート固めの工事が必要なんですよ。だからそのコンクリート固めを行うまで向こうは中央の水門のところを排水口のところを 1×1 で、で穴のところを排水口の穴だけ2×2 で最初作っておいてね、その周りをね二重のそのなんていうんですかね、その開閉式じゃないですか、 1×1 の大きさに合う開閉の門と、それと 2×2 の合う大きさの蓋をしておくんですよ。 2×2 で蓋をしておけば中は 1×1 の回転扉で回るじゃないですか。だから一回それちょっと様子見ましょう。これ工事の順番によって内容変わってきますんで、そういう加工をしておけば、あと中の回転扉のところだけを 2×2 に変えりゃいいんでね。まあ、ちょっと一旦、給水します。先ほどの橋の下の水門の位置が あそこなんですけども、ここにね農業用水門があります。水の高さとかある程度まで来たら、そこのところの下の方のところが開門して、で、あちらの方にも流し込めるんじゃないですかね。向こうの方からも流れてきてるような構造にもなってますね。まあ、これを開放して水をこちらに排水してるっていう、排水してるっていう、基本的にはそうなんでしょうね。あとはあちらの門と、あちらの門から向こうの方を畑を作っていれば、水を流し込めるんですよね。水田が作れます。それで夏場強くなりますよ。そういった畑は。そういうふうに、ちょこちょこと、水路を、今ある水路を活用しながら、畑が作れる地点ってたくさんありますから、まあ、開墾込みですね。あの辺り、ある程度、伐採してですね。あと、そこにも、ちょっと木で見えませんけども、ちょっとした竹やも、まあ、10×10 ぐらいの範囲の面積、大体ですよ。それぐらいがありますので、そこをね、開墾できたらいいなと思います。まあこれがちょっとした良い実例なんですけども、石もああいう風に削れていきます。長い間水が流れ込んでいって、それなりの水量があったら、ああいう風に石も欠けてくるんですよね。で、まあそういったところの穴埋め補修が、まあ、川底にあると。で、まあある程度ね、やっぱり水を貯水できるような形にはしなかったらっていうところですね。で、まあコンクリートこの辺の石を砕いて、そのままコンクリートとして使用してもいいんでしょうし、あと堤防の高さがある程度のところまでしかないんですよね。その上が土だから、あの辺りはちょっと作ってあげなきゃなんないですね。だからそういうふうな道路のところまで、まあ、歩道のところまでしっかりと高さ上限まで石で作っておくと、まあ、固めておくと、まあ、こういうふうなことが、必要になってくるかと思います。向こうの方の橋が先ほど撮影していた橋です。で、
こちらの方がその次の橋なんですけども、まあこの距離ではね、高低差あんまりないんですよね。ただこちらから下へ下っていった時に、下流の方に向かっていった時に、次の橋が、向こう側に合流するまでにあれば作るとしたらそこですね。ここちょっと川幅も広いん でこの先にもうちょっと川幅が狭くなってたと思うんですよ。だから自然に真ん中にその水圧がかかるような形になるんで、できればそちらの方に作りたい。ただし高さがね、まあちょっとああいう風な形でだいぶ高さが今度なくなってくるということで、まあ真ん中にもここにももしかしたらちょうど橋もあることだしっていうことで作るような形になるかもしれません。まだ現段階では何とも言えないですね。ちょっと待ってくださいね。歩いてみんと次橋あったかどうか、ちょっと僕もそんなにここ来たことないんで、記憶はね、あれなので、まあもうちょっと歩いてみます。先ほどの川幅が広かったところが、まああちらの方で、まあ、2、300メートルほどは歩いてきたかと思うんですけども、そこに橋がありました。あちらに作りましょう。あちらの方ですね、間のところはちょっと見合わせておきましょう。であそこは満水になったら、まあ高さがあの辺りですので、まあずっとまあ向こうの方のところまである程度のところは、続くと思います。でこちらに合流してるちっちゃな川、こちらもね両サイドちゃんと工事してますんでね、あそこのところがいっぱいになる高さまで水が溜まっても大丈夫です。この状況だったらここに作りましょう。